バンダイマニア元気もにもにまりちゃんです。届ける花丸なえまるです。今日紹介するのはこちら、スペシャルメモライズ怪盗セイントテールセイントコロンペンダントです。怪盗セイントテールの変身アイテムであるセイントペンダントがなりきり玩具としてこうして登場しましたよ。これはすごい嬉しすぎる。はい、うん、30周年を記念してね、うん、こうやってね一体化されましたよ。30周年っていうこの重み、ね、そうだよね、うん、だからあの作品をね今日は振り返りながら、うん、こう詳しくこの商品の魅力をねお届けしていきたいと思います。それでは早速やっていこう。パンマニ、まずは怪盗セイントテールの物語をおさらいしていきます。昼間はセントポーリア学園に通う普通の女の子羽岡めいみ、しかし夜になると怪盗セイントテールに変身。親友のシスター見習い三森セイラに救いを求めてきた人たちのため、パパ譲りのマジックの腕前と神のご加護を受けて今夜も大活躍という物語となっております。おー、めいみちゃんが怪盗セイントテールに変身する時のアイテムだよね、うんうん、この印象的なアイテムがスペシャルメモライズで登場するなんてもう最高じゃん、うん、ねえ、うん、作中とかでもこう印象的にこう描かれてきたアイテムだから、こうね実際にね怪盗セイントテールになりきれる時が来ましたよ。じゃあそれでは気になるねセイントコロンペンダント、このデザインをね見ていきましょう。ワン、ツー、スリー。まさしく劇中から飛び出してきたかのようなキュートな見た目だね。かわいい。このコロンとした造形がね、もうなんとも愛らしくて、手に収まるくらいのサイズ感になっているので、もうなりきり度抜群のアイテムになっております。このレースっぽい造形とか、ちょっとお花みたいな感じのデザインが、いや、やっぱり神聖な感じのアイテムがするよね。金色メッキでキラキラピカピカしてる感じが素敵ですね。ここの羽の部分はパール塗装になっていて、ツヤっとした質感がおしゃれですね。そして今回のこのセイントコロンペンダントは、中央の赤いクリアパーツの部分が発光してなりきれる仕様になっています。怪盗セイントテールに変身するなりきり遊びができちゃうんだね。そうなんです。うわー見たいなーね。リボンの部分がボタンになっているので、このボタンを押して発光させてみましょう。主よ、種も仕掛けもないことをお許しください。私たちに神のご加護がありますように。おおおできましたね。これだよ、やりたかったのは。最高、ね、めいみちゃんを意識したなんか服とかに着替えてさ、セイントテールになりましたみたいな感じでちょっとなりきりしたくなっちゃったね。ねえ、いいよね、うん。そしてですね、セイントコロンペンダントはですね、この中が実際に本当にコロンになっております。実際に香りを嗅いでいきたいと思います。おー、何の香りだろう。カポッと外すと出てきたね。おお、じゃあナイマルの手につけてみましょうか。はい、じゃあちょっと、お先に失礼して。はい、おお、どうですか。これはローズの香りですかね。はい、正解。お上品な感じで、こうローズガーデンに遊びに来た時の香りみたいな、ね、フレッシュなローズの香りがいたしますよ。はい、マリちゃんもどうぞどうぞ。あ、いい香りだねえ、コロンだから本当に優しい香りなんで、こうなんかすれ違った時とかふわっとね、そうそうそう、優しい香りをまとってるような感じでね、つけられるよね。ね、なんか持ち物とかにこうつけてもいいよね。あ、確かに。ハンカチとか手洗う時にふわっと変わって幸せな気持ちになれると。そして中のコロンはコロンだけをこのように取り外すこともできちゃいます。バンマリン、30周年経った今も色褪せない輝き、もう最高だね。最高です。うん、ね、私たち今日2人でなりきりやすいしたじゃん、うん、視聴者の方も同じようにこうなんかお友達と集まってこう30年ぶりに、でなりきり遊びをしてほしい。確かにあのめいみちゃんとセイラちゃんってそう一緒にね、そう怪盗セイントテールをやってるみたいな感じ、ね、2人で一緒、ね、みたいな、そうそうそう、ね、そういう感じがあったから、うん、お友達と一緒になりきり遊びをするのも楽しそうだよね。そうです。こうしてさ30周年経った今ね、立体化されたことでね、当時セイントコロンペンダント持ってなかった人も、こうやってね手に取れるってことで、大人になった今だからこそ味わえる喜びみたいなのを ねこのアイテムを通してね感じてもらえたら嬉しいです。スペシャルメモライズ怪盗セイントテール
オバンダイにて現在受注受付中。お届けは2024年12月を予定しています。このアイテムが気になったら概要欄をチェック。バンマリではこれまでにもスペシャルメモライズシリーズのアイテムをたくさん紹介しているから、そっちの動画も見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。